はい、お疲れ様です。まあ、吉江さんね、やっぱりこう、お互いに見てるところが、同じようなところがあって、まあ、私はその売れない麻雀店から、セルフバック始めて、それで、速稼塾をすぐ始めて、すぐ始めたら、私の弟子の中から、まあ、売り上げをね、ポンと作る子が出てきたんで、それを紹介に、また六本木ヒルズの方に、対談行ったみたいなところがありました。やっぱりね、こう、自分も稼げるんだけども、その同じ方法、を使って自分の弟子が稼げると、さらになんかね、自分の自信にもなるし、で、新しいセールストークにもなって、さらに生徒が増えて評判良くなるみたいなことがあってね、まあ本当に相乗効果っていうやつかなと思います。逆にうまくいかないことが知られると、評判落ちるんで、それを隠そうとしてインチキな、表現方法を用いたりとかして、泥沼にはまるってことがあるんで、ダメな時はダメな時で、まあね、正直にお話しすることがすごくいいんじゃないかなと思うんですよ。ダメなりになんでダメだったのかを分析して、そのために次はどういうふうに取り戻していくかっていうふうな、敗戦処理と復活計画をやっぱ立てていくことっていうのは、やっぱり人の気持ちを盛り上げていって、信頼関係を構築するんじゃないかなと。やっぱそもそもビジネスっていい時もあれば悪い時もあるんで、売り上げが出なかったりとかね、瞬間的に赤字になったりとか、様々ありますからね。で、多くの人が経験するのが、赤字になった時にどうするのか、売れなかった時にどうするのかってことだと思うんですよ。こうやったら売れるよ、ほらねってやっても、売れない人から見ると、もう本当に苦しいところが大きいと思いますからね。だからやっぱり、うまくいってないところでどう踏ん張るかっていうのを見せるのも一つのカリキュラムかなと思うんですよ。で、私の場合、そのネットワークビジネスね、多くの方がすごく頭を悩ましたりとか、人間関係をそこで失ったりとかするんで、あえてネットワークビジネスを自分の速稼塾のカリキュラムの中に入れていったんですけども、やっぱりね、コツが何個かあるわけですよね。根本的には、自分の参加するネットワークビジネスの商品の理解度が自分自身薄いと、これはもう拡散できないですよね。ものすごく詳しいことっていうのが大事で、それこそ、カスタマーサポートがあるんだけども、そこよりも詳しい自分になっていることによって、俺がサポートするからっていう風な形になっていくと、すごく強いなというところですよ。そうすると、そのネットワークビジネスの会社そのものからも当てにされるし、メンバーさんからも当てにされて、他の系列を辞めてまでこっち来るみたいなことが起きてくるわけですよね。その上で、ネットワークビジネスの利点とか、それからデメリット、これをちゃんと理解して、自分なりに伝えていくことがすごく大事なんじゃないかなと思うんですよ。例えば今の世の中、化粧品とかサプリメントのネットワークビジネスすごいきついと思うんですよ。というのが似たような商品がもう安価で手に入るからなんですよ。もっと言ったらネットワークビジネスで失敗した商品とかを買い取る業者があるんで、商品がこんなにいいんだったらそこで買えばいいって話になっちゃうんですよね。だから比較する商品があるようなのはダメで、もうとにかくまだマーケットに並んでない先行者利益的商品、それでいて多少のリスクがあることをちゃんと理解して、そのリスクがかぶれる人に紹介していくって形、それからリスクをね、分散する方法を知ってるってこともありますよね。やっぱり自己資金投入率が高くなると大きなダメージを食らうんで、例えばまあ一口10万なんだったらもう10万でそれ以上もうやらないみたいな感じにして、じゃあコミッションどうやって取るのかって言ったら、やっぱりこう地道にね、その商品のことを学んで、その商品の利点をきちんと理解して、それでまあ放送していくってこともあるのかなと思うんですよ。で、知らせるってことがね、やっぱり多くの人が苦手なんで、そこから逃げる、それをしないようにしていくとか、サポートが苦手だからサポートしなくていいようにダウンラインを構築せずに、自分の自己資金だけでやっていくから、ものすごいこうハードルが高くなっていく、リスクが高くなるんだろうと思うんですよ。やっぱりね、一人の100歩よりも100人の1歩なのかなと思いますし、そうやって構築したそのネットワークっていうのは、そのネットワークビジネスそのものがポシャった後もやっぱこう使えていけるっていうかね、協力して何かに立ち向かっていけるのかなと思うんですよ。まあ他にもまだね、ネットワークビジネス一つとっても扱い方っていうのがあって、それをどのぐらい自分のノウハウにできてるかっていうところが大事なんでしょうね。そうなると、もうネットワークビジネスじゃなくっても何でもこう使えていくわけですよ。で、この考え方っていうのは投資でも生きるわけなんですよね。どこにデメリットがあるのか、そのデメリットを分散する、低くするためにはどういう工夫がいるのかとかね。で、自分のビジネスは知らせた方が有利なのか、知らせない方が有利なのかとかっていうのもありますし、投資もそうですよね。独自の手法を用いるんじゃなくて、誰もが使える手法でやっていくっていうのも大事なのかなと思うんですよ。で、誰でも使える手法は誰でも使えるはずなのに、その個人の、継続力とか咀嚼力とかによって、誰でも使えるはずなのに使えない人と使える人が出てくるってことになるんですよね。FX でいうとテクニカルっていう、もう黄金の手法があるんですよ。これ何の変哲もない
本当に誰もが学ぶ手法なんですけども、これを身につけるのめんどくさがって、なんかツール買ってみたりとか魔法の手法をね探しに行ったりとかするからムラが出ると、で結局は資金を失って退場みたいなことになりますけども、テクニカル理論を身につけておいたら特別なツールもいらないし、特別な誰かね講師もいらないし、もうテクニカルなんてもう100円とか300円のブックオフの本に書いてあるんで、あの通りにやるだけなんですよね。まさに基本が大事、基礎に忠実みたいな感じなんですけども、もうビジネスもはっきり言って集客するために何するかってことがもうほとんどですよね。集客がみんな苦手なんで、例えば YouTube やってもチャンネル登録1000人で宿泊してるうちはビジネスなんてものすごく難しいわけですよ。じゃあ集客が難しいんだったら少ない客数の中でセールス力を高めていかないとねとか、商品力を高めていかないといけないねっていう中で、どれも苦手なんだったらビジネスできませんって話になっちゃいますんで、宝くじ買うしかないってことになる。まあそういうところにね、根拠のないようなあやふやなビジネスとか投資家やってきてそれを買ってしまうってことになりますけども、そもそも自分でビジネスできないから、何が有益なビジネスか、何がリスクなのか、どういうふうなリターンがあるのかってことが理解できなくって、お金だけ投げるみたいなことになるんじゃないかなと思うんですよ。まあそう言ってる私もね、やっぱりこう詐欺にかかっちゃったりもするわけですけども、かかったならかかったので詐欺にかかる前以上に、自分のね、ビジネス力を上げていく、資金的には減ったけどすごいいい勉強代だなっていうふうにしていくことによって、資産はどんどん増えていくのかなと思うんですよね。数年前ね、500万円ぐらいのフォインっていう暗号通貨で私行かれたんですけども、最初は暗号通貨じゃなくて、なんか米国債に投資するみたいな感じだったんですよ。それがいきなりね、暗号通貨に強制的に切り替わって、もうああやられたと思ったんですけども、でもそっからね、やっぱこう学ぶこととか、その同じフォインっていうビジネスに参加している人に対して、フォインの様子どうですかって呼びかけることによって、あ、なんか今ちょっとおかしくなっていますみたいな感じでこっち来てもらってね、で私は速稼塾ってなってて、フォイン以外にもリスクヘッジしてるから大丈夫ですよみたいなことをお話しすると、その案件教えてもらえますかみたいな感じで、結局ね、うまくいかなかったらうまくいかないで発信をしていくこととか呼びかけていくこととか、みんな集まろうぜみたいなリーダーシップを取っていくことが、まあ、リスクヘッジをする一つにもなるのかなと。まあ、さまざままだありますけどね、まあ、いうことはね。まあ、ビジネス、ちゃんとやっていけば、ビジネスは、真摯に向き合う人に微笑んでくれるってことですかね。まあ、ビジネスは、もう、自分、お金を集める道具でありね、信頼関係を築くための大切なツールだったりするのかなと思います。ビジネスとは、みたいな動画になりましたね。それでは、お疲れ様です。